国を守るっていう重大な任務を背負ってるので、それなりに責任感。あの女の子三等会でああいうことやらされちゃうの。
ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。チャンネル登録どうぞお願いします。